マライア・キャリーはアメリカ合衆国のシンガーソングライター、女優である。音楽はブラックミュージックを基盤としている。ビルボードホット100における首位獲得集、最多記録保持者である。2020年12月15日に恋人たちのクリスマスが全米1位を獲得し、首位獲得集を83週に更新した。また、2020年に位を獲得したことで、 4つの年代にわたり1位を獲得した史上初のアーティストとなった。19曲の全米ナンバーワンシングルはビートルズに、次いで歴代2位でソロ歌手としては歴代1位である。全米トップ10シングル獲得数は28曲で歴代6位。また、ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいては第79位にランクインしている。 2000年にはワールドミュージックアワーズにてこれまでに最も多くのレコードを売った女性アーティストとして表彰された。これまでワールドミュージックアワーズにてアーティスト最多の17回受賞している。その他にも俳優としての受賞を含めグラミー賞、アメリカンミュージックアワーズ、ビルボードミュージックアワーズなどの4大音楽賞を含め数々の受賞歴がある。全世界で シングルセールス6500万枚以上、アルバムセールス1億7500万枚以上、トータルセールス2億4000万枚以上のセールスを記録している。一方でデジタルセールスでは1380万ダウンロードを超えるセールスを記録している。2009年12月に米のビルボードが発表した2000年代アメリカでの最大ヒット曲と最もラジオで流れた曲で、 We belong to ー e t h e r が1位になった。1995年からは、キャンプマライアと題された、恵まれない子供たちへの社会奉仕活動を自身で、設立する、等、チャリティー活動には欠かさず参加している。ベネズエラ系移民の父、アルフレッド・ロイト・アイルランド系アメリカ人の母、パトリシアの間に3人兄弟の末っ子として、ニューヨーク州ロングアイランドに生まれ、 人種差別に耐えながら幼少期を過ごした。マライアが3歳の時に、両親は離婚している。ハイスクール卒業後、マンハッタンへ移り、ウェイトレスなどをしながら、チャンスを待っていた。その後、ブレンダ・ケースターのバックコーラスとなり、ブレンダに連れられて訪れたパーティー会場で、CBS レコードのトミー・本浦社長へ、ブレンダがデモテープを渡したことが、きっかけとなり、 1990年にビジョン・オブ・ラブでデビュー。このシンデレラ・ストーリーとデビュー直前に NBA ファイナルでアメリカ・ザ・ビューティフルを熱唱し話題になったことから大ブレイクした。デビュー当時のキャッチコピーは7オクターブの音域を持つ歌姫。音域をいっぱいにまで使った曲はデビューから今もなおよく見られ最も高い声を出す人としてギネスブックに認定されていた。 1991年には女性アーティストとして3人目となるビルボード氏のアーティストオブザイヤーに選ばれる。アルバムミュージックボックス1993年デイドリーム1995年は全世界で各2500万枚を超える大ヒットとなった。ボーイズ・トゥーメントのデュエット曲1 スイートデーは1995年から1996年にかけてビルボードホット100で16週連続ナンバーワンを獲得。この最長記録は2019年にリルナズウェックスオールドタウンロードが19週連続ナンバーワンを達成するまで破られることはなかった。1995年キャンプマーライアを設立して低所得者層の恵まれない子供向けに芸術や 就業機会を学ぶ場を提供している。同時にフレッシュエアーファンドの設立もしていて、1700万人以上の NY の治安が悪い地域の子供たちに無料の夏休みを提供している。1996年には、ピースオフィサー、S メモリアルサービスに参加し、ビル・クリントンの前でヒーローを披露した。1998年12月、 エドワーズ空軍基地にて1997年アルバムバタフライからのファーストシングルハニーを発表この曲は当時の音楽界に衝撃を走らせマライアによるこの曲の発表によってポップスなどから R&B やヒップホップなどがアメリカでは全盛期を迎えることになったアルバムバタフライでは張りのあるボーカルよりもやくようなコーラスやフェイクが 目立つようになる。音楽的にはそれまでのアダルトコンテンポラリーから多くのラッパーを起用した R&B、ヒップホップ系に大きくシフトした。後に彼女がバタフライをトレードマークとしているように一時の商業的ポップ思考から離れマライア独自の芸術性、音楽性を解放していくきっかけとなった。ヒップホップビートのサンプリングやラップとボーカルの融合によるクロスオーバーは マライアが1993年頃から試みていることでもあった。またミュージックビデオやステージパフォーマンスで胸を強調したセクシーな衣装、表現が増え、この傾向は後の作品でますます強くなっていく。1998年にはホイットニー・ヒューストンとのデュエット曲、When You Believe 映画、プリンス・オブ・エジプト主題歌を発表。同年発売された初のベストアルバム。 1S に収録された。この時点で彼女が会社に生み出した利益は1000億円を超えたと言われている。1999年のアルバム、レインボーを最後にソニーミュージックを離れ、EMI 参加のバージンレコードに移籍。史上最高クラスの8000万ドルもの契約金が話題となった。しかし精神的、肉体的にトラブルを抱え、2001年には、 テレビの生放送番組でストリップまがいのパフォーマンスをして品縮を買う。同年、半自伝的な初主演映画、グリッターきらめきの向こうにが公開されるが、工業的には失敗に終わる。そのサウンドトラックアルバム、グリッターは映画の失敗、多すぎるゴシップや発売日がアメリカ同時多発テロ事件と重なったなどの不運もあり、低調なセールスに終わった。 結局 EMI からは、この一作だけで契約を打ち切られ、リストラの一環という不名誉な話題となった。しかし、契約打ち切り金として2800万ドルが支払われ、一瞬で得られた最多報酬として、ギネスブックに掲載されている。同曲のサウンドトラックからシングルカットされた、ラバーボーイは、ビルボードのシングルセールスチャートで年間、ナンバーワンを獲得している。ほどなくして、 アイランドでフジャムミュージックグループとレコード契約を結び2002年にアルバムチャームブレイスレットをリリースした同年12月にプロモーション来日している大成功を収めたツアーコンサートアドベンチャーズオブミミのステージでダンサーたちとそして2005年アルバムザイマンシペーションオブミミを発表1999年頃からの囁くような 歌い方に加えて前世紀並みの高音が復活し、彼女の新境地を開いた。ファーストシングルの It's Like That がヒットし、続くセカンドシングル We Belong Together が通算14週1位を獲得年間売上ナンバーワンシングルとなり、サードシングル Shake It Off も6週連続2位と大ヒットを記録した。11月には、 同アルバムに新曲や DVD を加えたウルトラプラチナムエディションを発売、続くホースシングル Don't Forget About Us も2週連続1位となり、同年2曲以上の1位を獲得した唯一のアーティストとなった。アルバムはシングルの We Belong Together と共に2005年の全米年間セールスナンバーワン、全世界で売り上げ約1000万枚を超える特大ヒットとなり、 ザ・リターン・オブ・ザ・ボイスと形容されるほどの劇的な大復活を遂げた。アメリカンミュージックアワード1部門、グラミー賞3部門など数多くの賞に輝いた。この復活を受け、マライアの第二期黄金時代に突入したとも言われている。2005年9月8日、ニューヨークで開催されたファッションロックス2005に出演。2005年12月31日には、 毎年全米に生中継される人気年越し番組ディック・クラーク S ・ニューイヤーズ・ロッキン・イブ2006に出演しニューヨークのタイムズ・スクエアにて約100万人のファンを前にライブを行った2008年4月アルバム E=MC をリリース先行シングルタッチ・マイ・ボディはビルボードホット100で1位を獲得したこれで 彼女のビルボードでのシングル1位獲得は18曲目となり、エルビス・プレスリーの記録に並んだ。これは、ビートルズの20曲に次ぐ、歴代2位の大記録である。同時期に、アイランドでフ・ジャムとの再契約を発表した。4月26日、グリッターきらめきの向こうに、以来の映画復帰作、テネシーが、トライベッカ映画祭にて、プレミア上映された。 2009年6月5日に全米で公開されたこの作品でマライアは主演を務め劇中では初めてカントリーソングを披露している。2008年9月5日ニューヨークで開催されたファッションロックス2008に出演。11月にはモナコで開催されたワールドミュージックアワーズにてソロアーティストとして全米ナンバーワン獲得数が歴代1位になったことから スペシャルアチーブメントアワードを受賞した。2009年1月、バラク・オバマ大統領の就任記念パーティーにてヒーローを披露した。2009年6月に発表したファーストシングル、アブセストでは、数年来エミネムから受けていた一方的なバッシングをあざ笑うかのように、なぜ私に付きまとうのと歌っている。またミュージックビデオでは、エミネム風の青年に断層し、同作は、 スマッシュヒットとなった。だが、それ以降に予定されていた新アルバムのプロモーションへの出演キャンセルや日程変更が相次ぎ、同年9月に発売されたアルバムメモワーズ・オブ・アン・インパーフェクト・エンジェルは初登場1位を逃し3位にとどまり、初動セールスも前作を大きく下回るセールスとなった。しかし、その一方で、ブラジルではセカンドシングル、 I want to know f トラ what、I、love is が、ラジオやプレイチャートで27週連続1位になる、前代未聞の新記録を達成するなど、爆発的ヒットとなった。2009年7月7日、ロサンゼルスで行われたマイケル・ジャクソンの追悼式に、友情出演、自身もカバーし全米、ナンバーワンを獲得した、I'll b ー ee there を披露した。10月24日には、 ブラジルで開催されたオイファッションロックス2009に出演。2009年11月に公開された映画プレシャスでは主人公を担当するソーシャルワーカーを演じた。劇中では髪を暗く染めノーメイクのような化粧をしており、本人曰く付けひげも着用するなど普段の彼女とは思えないような風貌であった。2010年1月5日に行われた第21回。 パームスプリングス国際映画祭の受賞式にて新人女優賞に当たるブレイクスルーアワードを受賞した。2010年8月21日、ブラジルで初のコンサートを開催し、3万人の観客を前に圧巻のパフォーマンスを披露。11月1994年リリースのメリークリスマス以来、自身2作目となるクリスマスアルバムメリークリスマス 2U を発売。 10月発売の先行シングル、Oh Santa は、ビルボードのホリデーチャートにて初登場1位を記録した。アルバムは前作を、チャート、初動セールスともに上回る初登場4位を記録、自身にとって16作目となる、アルバムトップ10位を果たした。また、クリスマスアルバムとしては、異例の R&B、B ヒップホップアルバムチャートにて、ビルボードチャートの歴史上2作目となる1位を記録した、ほか、ビルボードのホリデーデジタルチャートにて1位と2位を独占するというビルボード史上初めての記録を樹立。それに続くように、トップ50位内に10曲をチャートインさせる快挙も達成した。11月末には、マライア自身がプロデュースしたアメリカ大手ショッピングチャンネル、 HSN とのコラボレーション商品を発表。販売開始からわずか6分で完売した。2011年、男性アーティストとのデュエット曲が相次いで発表され、9月には、トニー・ベネットのデュエットアルバム、デュエット2にて、ウェンドゥーザベルズ・リング・フォー・メをデュエットした。11月には、ジャスティン・ビーバーのクリスマスアルバム、アンダー・ザ・ミスルトにて、マライアのクリスマスの代表曲、オール。 I want for Christmas is you をデュエットし、ミュージックビデオで披露したダイエット成功後のスリムなサンタのコスプレ姿が話題となった。11月末には、前年発売のアルバムメリークリスマス 2u からのサードシングルウェンクリスマスカムズにて、ジョンレジェンドとデュエットした。11月17日、T モバイルの企画で、欧州各穫今年にて、ホログラム技術を使った、 バーチャルクリスマスコンサートを開催、集まった人々を驚かせ、大盛況に終わった。12月10日には、これまでにおける、恵まれない子供たちへの社会貢献、また世界中の女性たちを勇気づけてきたことが認められ、ロンドンで開催された、ノーベルギフト柄にて、2011ノーブルギフト、フマニタリアンアワードを授与された。2012年1月、 ベッドオーナーズ2010人にて、これまでの功績が称えられ、エンターテイナーアワードを授与された。受賞式では、パッティラベルや、ケリー・ローランド等が、マラヤの曲を歌い、トリビュートパフォーマンスを披露した。2月11日、ホイットニー・ヒューストンの死去にショックを受け、当初予定されていたテレビ出演の予定をキャンセルし、出演は延期となった。その後、 マラヤは自身のツイッターで、ひるいなき我が友、ホイットニー・ヒューストンの衝撃の死に悲嘆と涙を、ホイットニーの家族と世界中の多くの彼女のファンに心からのお悔やみを、彼女のその偉大な歌声は永遠に忘れ去られることはないわと追悼のコメントを発表、自身の YouTube アカウントでもホイットニーの追悼動画をアップした。2月21日には、 出産後のダイエット成功後、初めての公の場への出演となった米の人気番組、グッドモーニングアメリカにおいて、ホイットニーとの思い出を語った。3月1日、ニューヨークにて行われたライブイベント、プロット・ユア・エスケープで出産後初のライブ出演を、果たし、約40分間のステージにてブランクを感じさせない、圧倒的なパフォーマンスを披露した。同年5月26日には、 モロッコのシュトラバトで開催された国際的な音楽祭マワジネフェスティバルの鳥を務め上げ、6月2日にはモナコのスポーティングモンティーカールにて約90分間のライブを開催した。7月1日に開催されたイベントベッドアワード2012で行われたホイットニー・ヒューストンへのトリビュートパフォーマンスでは最初にマライアがサプライズで登場し会場を驚かせた。 また、スピーチで今は亡きホイットニーとの思い出を語り、途中間極まって涙ぐむ場面もあった。7月23日、かねてから噂されていた、米人気オーディション番組、アメリカンアイドルの来シーズンの審査員としてマライアが参加することが発表され、翌2013年1月から5月に放送された、シーズン12において、ニッキー・ミナージュラと共に審査員を務めた。なお、 一部報道では1シーズンのギャラがベイリアリティ番組史上最高額の1800万ドル超えと報じられた。7月29日、ヒトフィックスによるミュージックパワーランキングで堂々の1位にランクイン。8月3日にはリック・ロスとミーク・ミルを起用した新曲トライアンファントを発表した。2013年5月7日にリリースされた新曲ビューティフルが ビルボードホット100で最高15位まで上昇、世界30カ国以上でナンバーワンを記録するヒットとなった。8月16日、プレシャス以来4年ぶりの映画出演作となる大統領の執事の涙が全米で公開。10月7日、新たなマネージャーに長年にわたりタッグを組んできたジャーメイン・デュープリが就任することが発表された。2014年5月、 5年ぶりのスタジオアルバム、メ・アイアム・マライア・ザ・エルーシブ・シャントゥーズをリリース。ビルボード200で初登場3位を記録するも、デビュー以来過去最低の初動セールスという厳しい結果となった。9月、タイム氏が発表した究極のポップスターランキングで1位に輝いた。10月には約8年ぶりとなる来日ライブを開催。2015年3月、10年以上にわたって、 在籍したアイランドでフジャムを離れソニーミュージック参加のエピックレコードへ移籍5月18日にこれまでの全米ナンバーワンヒット曲をすべて収録したベストアルバム1-2インフィニティを発売したまたアルバムリリースに合わせ5月6日よりラスベガスのシーザーズパレスコロシアムにてマライア・キャリー 1S と題した長期コンサートがスタートした8月5日 ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームの2556番目の星がマライアに贈られた。11月10日、アメリカにて自身の大ヒット曲をモチーフとした絵本、All I Want for Christmas Is You が発売される。12月19日、米ケーブルテレビのホールマークチャンネルにて、マライアの監督デビュー作となるテレビ映画、A クリスマスメロディが放映。 2016年3月より、ザ・スウィート・スウィート・ファンタジーツアーと題された長期ツアーを観光し、ヨーロッパ各国、南アフリカ、メキシコ、アメリカにて公演を行った。12月31日、伝統ある大晦日特番、ニューイヤー、S ロッキングイブに出演、エモーションズと We Belong Together を披露したが、技術的トラブルによって、口パクが発覚するハプニングがあった。 2017年2月3日、2年ぶりの新曲、I Don't Featuring YG を発表。同曲のミュージックビデオの中で、マライアがウェディングドレスを燃やすシーンが話題となった。10月、映画、ザスター主題歌として書き下ろされた新曲、ザスターを発表。マライアの双子の子供もコーラスで参加した。また、同曲は、 第75回ゴールデングローブ賞の最優秀主題歌唱にもノミネートされた。12月2015年に発売された絵本 All I Want for Christmas Is You を原作とする同盟のアニメーション映画が北米にて公開。新曲リルスノーマンを含めたサウンドトラックも発売された。日本においても11月22日にサウンドトラックが 12月21日に同映画の日本版 DVD マライア・キャリー・クリスマスに欲しいものが発売された。12月31日、ニューイヤー、エス・ロッキング・イブに再び出演、完全な生歌でビジョン・オブ・ラブとヒーローを熱唱し、昨年の失敗のリベンジを果たした。2018年9月14日、ニューアルバムからのプロモーションシングル GT4 を発表し、ミュージックビデオを公開。 アルバムの発売が2018年冬になることも合わせて発表した。10月5日にアルバムからの正式なファーストシングル With You を発売。9日にはアメリカンミュージックアワーズに10年ぶりに出演し、10人の以上の男性ダンサーを従えて With You を初披露した。2018年10月よりマライア・キャリー、ライブ・イン・アジアと題されたツアーを行った。マレーシア。 タイ、中国、台湾などのアジア各国で公演を行い、4年ぶりとなる来日公演も大阪と東京で開催された。また、この来日公演を記念し、ナンバーワンヒットやファンに人気の曲全19曲を収録した初の日本独自企画作品、マライア・キャリー・ジャパン・ベストが10月17日に発売された。11月15日、 最新アルバムの発売を控える中、ある一人の男性ファンによるツイッターへの投稿がきっかけで広まったジャスティス・ファー・グリッターという運動により、アルバムグリッターが iTunes チャートで発売から17年の時を経て1位を獲得。同作はマライアの初主演映画として2001年に公開されたグリッターきらめきの向こうにのサウンドトラックとして発売されたが、 同映画の工業的失敗により彼女の作品の中でも最低の売り上げを記録していた。これを受け、マライアはツイッターで、私のファンは最高よ。とコメントしている。11月16日目、メ・アイ・アム・マライア、ザ・イ・ルーシブ・シャントゥーズより4年ぶりとなる通算15枚目のスタジオアルバム、コーションをリリース。初週で5万1000ユニットを売り上げビルボード200で5位。 R&B ヒップホップアルバムチャートでは通算8枚目となる首位を獲得した12月24日、クリスマスの定番ソングとして知られる All I Want For Christmas Is You が Spotify における世界での再生回数で1日2080万回以上を記録し同サイトにおいて史上最多となった2019年5月1日に開催された2019 ビルボードミュージックアワードにて音楽界に与えた偉大な功績が評価され、アイコン賞を受賞する。式典内では受賞を記念し、最新曲、A の o、no no、をはじめ、We Belong Together, Always Be My Baby などの大ヒット曲を含めたメドレーを披露した。12月21日付のビルボードホット100において、All I Want For Christmas Is You が、 リリースから25年を経て1位を獲得した。マライアの楽曲が同チャートにおいて首位を獲得したのは2008年発売のタッチマイボディ以来11年ぶりのことである。2020年デビュー30周年を迎えたことを記念して9月29日に初の自伝ザ・ミーニング・オブ・マライア・キャリーを出版10月2日にはアルバムザ・レアリティズを発売。 1993年6月5日に、トミー・モトーラと結婚したが、音楽的視観の違いや、ファッションや、私生活に極度に制限を言いつけたり、マラヤへの監視が原因となり、1997年に、別居し、翌年離婚。離婚直前まで彼女は、マイケル・ジャクソンに悩みを打ち明けて聞いてもらっていた。その後は、歌手のルイス・ミゲルや野球選手のデルク・ジーターラと交際。 2008年4月30日に俳優兼ラッパーのニックキャノンとシングルバイバイのビデオ撮影をきっかけにして交際し結婚。2010年夏頃から妊娠が噂され、夫とスポークスマンはそれを認めたが、自身は2年前に流産を経験していることから安定期に入るまでコメントを控えていた。2010年10月28日に第一子妊娠を正式公表。 翌年の2011年4月30日に男女の双子を出産した。女の子はハリウッドの永遠のセクシーアイコン、ことマリリン・モンローに由来したモンローキャノン、そして男の子はモロッカン・スコット・キャノンと命名。これはマライアがニューヨークに所有するアパートの最上階、モロッカンルームから来ており、ここはニックが2008年にマライアにプロポーズした場所でもある。また、 ミドルネームのスコットはニックも同じで、これは彼の祖母の旧姓だという。それ以降も毎年結婚式を挙げるなど仲睦まじい、様子を見せていたが2014年8月、別居が報じられ、夫ニックもこれを肯定。2015年1月にマライアが離婚を申請した。遺写料の問題などで一時は、関係が悪化していたものの、2017年4月には、 ニックと二人の子供と共にイースターを祝う写真をインスタグラムに投稿するなど子供のために現在でも良好な関係を続けている2016年1月にはオーストラリアのオークマン長者ジェームズ・パッカーと婚約したものの同年10月に婚約を解消2017年には日系アメリカ人ダンサーであるブライアン・トナカと交際中と報じられた2006年に 全米美脚コンテストというイベントで美脚セレブリティ賞を受賞しその足に10億ドルもの保険をかけ話題になった。しかし2017年頃には体重が 120kg を超えその美脚は見る影もなくなってしまった。2007年1月、経済誌フォーブス氏がエンターテインメント界で活躍する女性で資産の多い女性のトップ20を発表し、総資産。 約272億円で6位にランクインしている。2011年1月、アスウィークリーによるとマライアが夫のニックキャノンからクリスマスプレゼントとして40万ドルのロールスロイスを送られていたことが分かった。マライアは1月4日に自身のツイッターにまだニックからのクリスマスプレゼントが信じられないの。ナンバープレートにはマミムシーと書いてあるわというツイートとともに ニックからもらったロールスロイスの写真を掲載している。2011年2月、バンメディアインターナショナルによると、生まれてくる双子の子供のために、ビバリーヒルズの豪邸の一棟全体を子供部屋として、リフォームしたという。関係者の話によれば、改装した子供部屋の壁は18金で加工された、周り縁で飾られたアイボリーで、ウォークインクローゼットは、 プッチトレゾールのブランド服で一杯だという。さらに音響システムも最高のものが設置され、それぞれの赤ちゃんにダイヤモンドで飾られたアイポッドが用意され、天井から薄型テレビが降りてくるようになっているという。家具も2200ドルする、ベビーベッドが2台、2800ドルのおむつ交換台、パパとママ用に2270ドルのグライダーチェア2台と100万ドルの、 ソファが用意されているという。ソファはマイケル・ジャクソンのコンサート先で使われたもので24金とオニキスで装飾されたクラッシュとベルベット仕上げになっており、後ろ面には花綱の飾りがついているものだという。このリフォームを担当したインテリアデザイナーのケネス・ボーデウィックはやりすぎと思うかもしれませんが、マラーイアの子供が欲しいという夢が叶ったんです。 彼女自身もこの双子は世界一甘やかされた子供になると言っていますよ、とコメントしている。2012年7月、ジューシーマガジンによる R&B アーティストの資産ランキングにて総資産5億ドルで堂々の1位にランクインした。アイルランド系アメリカ人とアフリカ系アメリカ人の間に生まれたマライアはハーフであり、幼い頃から醜い差別に会いながら自分の居場所がないと、 漢字少女期を過ごしたため、今もなおそのことに対するコンプレックスを持っていると2010年1月、オブザーバー・ウーマン氏に語った。美貌と共にグラマラスな死体を大胆に露出した、セックスアピールが売りだったが、年を重ねるにつれて体型の変化が話題になることもしばしばである。本人曰く普段からよく食べるそうで元々太りやすい体質で、なおかつ筋肉質らしく。 太ったり痩せたりと変化が激しかったりするのも彼女の特徴であり魅力の一つである。一時は16歳の頃のジーンズと同じサイズになるくらいダイエットを頑張って成功させたが最近はまた戻りつつある。双子を出産後1週間で18キロの減量に成功。また妊娠等尿病から水のみのダイエットをしたりトレーニングなどで14キロ減量。 合計で31キロの減量に成功した。本人は妊娠していた頃の体型は自分でも見たくなくてタオルを巻いてお風呂に入っていたぐらいよ。とのこと。そして今は2008年頃の体型を目指している。以前よりもスリムになりダイエット会社の広告等にも抜擢された。2018年ベーシュピープルとのインタビューで 双極性障害を患っており17年間闘病をしていたことを告白。2001年に診断されたが受け入れることができず、最近になって治療と薬物投与を始めたと明かした。日本では特に人気が非常に高く、ミュージックボックスは220万枚、メリークリスマスは250万枚、デイドリームは240万枚を出荷。ベストアルバム 1S は 約360万枚を売り上げ、洋楽アルバム史上最高セールスを記録した。計8作のアルバムが、日本レコード協会から、ミリオンセラーに認定され、女性ソロ歌手としては10作の松戸谷由美、浜崎歩に次ぐ記録である。日本でのトータルセールスは、約1600万枚。1994年に、オール、I Want for Christmas Is You が、フジテレビ系連続ドラマ、 29歳のクリスマスの主題歌に起用され130万枚の大ヒット。2000年にはカンコーヒー、ネスカフェサンタマルタの CM に出演し、アカシアさんまと共演した。マラヤは CM ソング、サンクゴット、アイファウンドユーも歌っている。2004年には日本の商和、おぼろ月を歌い、創建美茶、創建チャ緑茶ブレンドの CM に起用された。 2008年は、アイル・ビー・イー・ラビン・ユーロング・タイムが、日本テレビ系、プロ野球中継、プライドスピリット日本プロ野球の2008年度テーマ曲に選ばれる。その縁で5月のプロモーション来日時に、東京ドームでの読売ジャイアンツの試合で、始球式を行った。富士テレビのカルベシンイ一アナウンサーと進行が深く、来日の際には、ほぼ確実にインタビューを行っている。 また、数年前にカルベからプレゼントされた犬を現在も育てていたり、自宅に招いての単独インタビューに応じるなど、マライアからは非常に気に入られている。2011年に起きた東日本大震災にツイッターを通じ、日本の皆さんへ私の愛と祈りを送ります。私たちは日本の皆さんがこの悲劇を乗り越えられると信じていると、 同時に、いつも皆さんのことを思っています。神のご加護を。とのコメントを行った。マライアエモーションズミュージックボックスメリー、クリスマスデードリームバタフライレインボー、グリッターチャームブレスレットミミイイコール MC に、メモアルメリークリスマスツーユーミー。アイアムマライアコーション MTV アンプラグドザ、ワンズグレーテストヒッツザリミキシーズ、マライアザワラードプレイリスト、ザベリーベストオブ、 マライア・キャリー・ザ・エッセンシャル、マライア・キャリー・イチ・ツー・インフィニティ、マライア・キャリー・ジャパン・ベスト・レアリティーズ以下は、全米トップ10入りした作品。ふとじは、全米1位作品。日本でのコンサートツアーは、今までに7回行われており、北米以外を含むワールドツアーでは、頻繁に、日本公演を行っている。また来日公演の際には、必ずアンコールの最後で、 恋人たちのクリスマスが歌われている。これは同曲が日本で大ヒットしたことを受け、マライア自身が日本のファンに向けていつもアンコールの最後に歌っているものであり、12月に行われる他国の公演を除いては日本公演独自の演出となっている。ありがとうございます。